2日目の PCR 検査の件なんですけども、日本を出発するまでに2日目の PCR 検査の予約を、イギリス政府のホームページからして出発してくるんですが、ワクチンを打ってない方は2日目と8日目の PCR 検査を予約していかなきゃいけないんですけども、私は2回日本ですでにワクチンを打っていたので、2日目の PCR 検査だけ受ければ大丈夫だったんですけども、で、予約して自宅に届くキットを予約していたので、日本から到着日までに届くように検査キットを予約していたんですね。で、大家さんにも日本を発つ前に郵便物が届くと思うからキープしておいてっていうふうに連絡をしておいて、ね、イギリスにいざ着いてみたら家にその検査キットが届いてなくて、で、まあ、ロイヤルメールで追跡トラッキングができる機能がついてたんで、まあ、それを見てみたら届いていないよっていうふうに連絡が来てまして、で、知り合いの方が結構調べてくださって、で、その検査キットを再配達するように依頼して、もう2日目に検査が受けられないなと思ってもう諦めていたんですけど、到着日っていうのは0日にカウントされるっていうのを知らなかったんですね。で、着いて2日目、3日目ですね。だから着いて3日目まで OK だっていうことに2日目の夜に気がついて、で、2日目の夜にもう深夜にですね、予約、次の日行けるところを予約して、で、次の日3日目にその PCR 検査を受けに行きました。ま、PCR ではなくてラテラルフロー検査といって、もう15分ぐらいですぐに結果が出て、もう30分後には、もし陰性だったら陰性の証明書がメールですぐに送られてくるっていう形の検査だったんですけども、まあ、結果は陰性ですぐにメールで陰性証明っていうのが届きまして、それは良かったんですけども、再配達したものっていうのが昨日届くはずだったんですが、それも届かず、どこに行ってしまったんだろうっていう感じです。はい。で、自宅で受ける検査キットっていうのが大体2600円ぐらいなんですけども、もうそれが受けられなくて、もうちょっと検査キットを自宅に郵送するっていう手段は信用できないと思ったので、クリニックに行って検査を受けることにして、で、まあ幸運なことにですね、近所に割と近くのクリニックで、まあ、ラテラルフロー検査が受けられたので、ラテラルフロー検査を受けてきましたけど、そのラテラルフロー検査っていうのが9100円、日本円で換算すると9100円ぐらいかかったんですね。で、その行方不明になった2600円の自宅の検査キットと合わせると、まあ、約1万円を超えてしまう値段なので、日本で安く検査を受けたいと思って探して自宅に届く検査キットを予約したんですけど、残念ながら届かなかったので、まあ最初からクリニックに行って検査をするタイプのものを予約すればよかったなと思って、ちょっとそこも後悔ポイントですね。まあ、日本にいる時はクリニックの方が信用できないと思っていたので、まあ2日目に
検査を受けますっていう予約を日本でしていくんですけども、もし2日目に検査場にオンタイムで行けないっていう事態になったらどうしようと思って、で自宅で受けられる検査の方がいいなと思って予約したんですけど、まさかの検査キットが届かないっていう結果だったので、まあでもラテラルフロー検査はすごく楽で、病院に行って、名前と自分の誕生日を伝えて、で本当に5分ぐらい、まあ、鼻の粘膜をですね、お医者さんが取って検査してくれるっていう形なんですけども、全然痛くなかったですし、すぐ終わって、まあ、吐けないぐらいすぐ終わって、まあ、楽で良かったです。そのお医者さんに、あ、痛いですかって聞いたんですけど、全然痛くないよっていう風に言ってて、本当かなと思ったんですけど、まあ全然痛くなかったですね。両方の鼻の穴の粘膜に、綿棒のようなものを入れて検査をしました。で、5分ぐらいで終わって、そうですね、30分後ぐらいに E メールで陰性証明の結果のメールと陰性証明書の PDF と一緒に送られてきましたという形ですね。ホテルとかに泊まってる方だったらちゃんと荷物が届けられたのかもしれないですけど、私の経験からはクリニックを、まあ高くてもクリニックを予約していた方が確実だったのかなと思います。まあ PCR だと確か24時間後とかに陰性の結果が出るんですけど、まあ、すぐについて行動したいっていう方であれば、ラテラルフロー検査がよろしいのではないかと思います。